小さい時はね、まあ今みたいにそのテレビゲームがどうのこうのね、ああいうのはなかったんですから、まあ原っぱが多かって、そこで走り回っとったかなっていう。小さい時、あのチャンバラ映画が結構流行ってたと思うんで、チャンバラごっこ言ってごっこして遊んでたね。まあ市内じゃなしにホーキーのなんか棒を見つけてなんかそんなして、うん、わんぱく小僧ですよ。うん、いや悪いことは結構したね。そうね。それから僕はやってテニスの柔らかいボールで野球しようか、こうキャッチボールが始まって、適度もう何もすることないから、それで野球しようか、それでそれを投げて、今度グーでこう投げたやつをボーンと、それでやった。それから三角ベース、人数足らんので三角ベースでやった。それですね、もうすることないから、みんな野球しようかで、野球しなかったら仲間外れみたいな感じだったね。でルールも何もわからんままに野球部入って、中学行ってね、野球部 入ったんです。することないから、まあサッカーとかいろんな、ラグビーとかいろいろ言われたけど、やっぱり野球部やって、それでずっと補欠やけどね。よく言われるのは、福本さん小さい時からうまかって選手、あのチーム入ってうまかったんでしょ。いや全然チームには入ってないし、草野球のチームの中には入れてもらいました。で中学3年生の夏、まあよう言う話で年功序列でね、試合に出してもらった。で7番でファースト、って言うでしょ。守るとこなかった。守るとこなかったね。それで準々決勝、夏の大会準々決勝ぐらいまで行ったんかな。それで負けたんですけども、何の思いでもないね。あ、補欠うまかったんで、いや補欠でしたから、もう本当これね、信用してもらえないんですけども、補欠でした。今度はその進学になった時に親戚が行ってね、大鉄高校におられて、うち来いみたいな感じで、でお願いしますで受けに行って、まあアホやけど通りましたけど、それから野球部入ろうかどうか迷ったんですよね。その時に、ね、中学の監督コーチがね、いやいやもうまあ大鉄高校みたいなそういう名門校行って野球なんて出られへんで、試合にね、まあ、球また球開いや言われて、まあ、球開いどうもええか思って、それ1週間ほど悩んだんですよ、入ってから。それ電車乗って帰る時にグラウンドこう見え、白いユニフォームが1年生でよくたくさんいてるの見えて、外に守ってるしね、グラウンドの中で野球してるのは球拾いやってるだけなんやけど、で毎日電車乗って繁華街通って帰るんですよね。その1週間ちょっとあんまりにも時間がもったいないというか、横道それの違う怖いなと、毎日あの天王寺で乗り換えて、それから環状線乗り換えというかね、 JR 乗るんですけども、その間時間あるのって、その辺ブラブラ、商店街ブラブラ、繁華街ブラブラ、悪なるわ思って自分でね、ほんまになんか横道それそうな感じでね。それでもう1週間悩んで、親父に野球部行ってええかなって相談したら、いや3年間玉拾いやったらどないすんねん話になって、途中で辞めるんならもう今から入るなと、玉拾いで終わっても3年間なんせ最後までやるんであれば行ってええよ、野球部入れって、まあ、許可もろて、で1週間悩んだ末にね、飛び込んで野球部に入れてください。で入れてもらうのはすぐ入れてもらえるんですよ、部費もらえるからね。それで入った時に130人ぐらいおったんかね、もうほんま行さん行って名前みんな覚えられへんぐらい、まあ世話こう名前を背中に書いてね、1年生はやるんだけど、こら玉拾いやなと思いながら玉拾いしてましたよ。それからね、朝のね6時から練習があるんですよ。1年生だっかもう人数が多いんで、監督がこう見てられへんからね、全部をこう見てられないんで、朝の練習行って、まあ、選手どんな野手がいるのか見てくれるんですけども、そこで順番にこう1人5球ぐらいずつこう打たせてくれるんですよ。ハーフバッティング、フリーバッティングじゃない、ハーフバッティングですね、カンカンカン打たせてくれ、監督がずっと見てるんですよね。でその時に初めて野球してて、おい福本、まあ名前変えたからね、おいお前ミートうまいな、
えっと僕びっくりしてね、え俺こんなん言われたの初めてや、うん、めっちゃ嬉しかってね、もうそれからまあ練習も当然のことは周り同じ中学生の同級生がいろんな学校行って練習終わって帰ってきたら大体9時とか9時半ぐらいにみんな集まってくるんですよ。お風呂行こうか、でバット持ってみんな一応はそれでバット振ってで風呂行ってたんですよ。その時から一応バットを振るという真面目な行為はしてたんですね僕は。分からん、何も分からないまんまにやってるものがね、なんか良かったんかなと思うし、今から考えればね。で中学の時に、まあ、高校行ってですけれども、公園にあの車タイヤダンプかなんかの大きなタイヤが杭で売ってこう置いてあったんですよ。作ってそれ立てるからそこへ行ってみんなでね、バットも今日こんなんやったとかこんなんやったとか同級生わからんまんまにね話してバット振ってたんですよ。だからそれがまた良かったんかなと思うし、そういう高校かバット振るというね、これは非常に良かったかなと思って、それからね後ので褒められてからですよ、レギュラーの練習に守りの方に行かしてくれてね、それでお前どこ守ってたんや、だからファーストと言われへんわね、こんなんがもういい選手がガーッと取った選手いるんで、僕はいや外野ですって守るとこないからライト行った、一番下手なとこ行った、昔一番下手から守るとこ行った、そこ行って練習してる先輩が打つ、内野手が守ってる、手伝いが守る、んで取ったらファーストホールね、一つのポジションで5人ぐらい守ってるのかな、3人かで順番にコン誰かこう動くわけですよ。僕は回ってきたら取ってバーンと振ったファーストのカバーリングライトやからファールゾーンもうボールは来てないんだけど勝手に動いてない、それがえらいことに認められてね、野球を知っとる、いや俺知らんかったのほんでね、冒頭したらどうせ平井に行かれかんねやから行っときゃええわもう先にな、後からチロッとボールが来るしね、まあ、走るのはそこそこやったから、うん、それだって野球を知っとるということでね、なんかたったそれだけで遠征に連れて行ってもらったりいろいろしてたんですよ。それで新チームになった、それがまたね夏の大会に何も試合に出てガンガン打ってるわけでもない、守っててもうまくもない、ルールは知らん、1年生の夏の大会メンバーに入れてくれて背番号9、ほらびっくりしたわ、ほんまにびっくりしたわですよ。まあね、それで僕らの時はそういうスパルタの時ですからね、大変でした。1年生入った時からもう大変でした。今じゃもうねやったことになるけども、そんなん普通でしたからね。試合で PL に負けたんかな、先輩が何回3回戦ぐらいで負けたんかなって、それで新チームになってからね何も知らんとにもセンターで一番守らせてもらって、あの打たせてもらってセンター守らせてもらって、そこからずっと僕センターしかできない外野手と、それからまあ甲子園出ましたけどね、で3年計画でまあ間違うて出ましたよ、これはもうみんな思ったんだけど、まさかいけるとは思ってなかったし、お勝った、また勝った、それでまああの大阪学院の今あの阪神江夏がね放ってたんですよ、一個下ですけど、で下手したら当たるな、こう枠見てたら当たる、でもう江夏という名前もみんな聞いて知ってるから大阪では、もう左のワンマンチームを打って投げてのピッチャーや、あれ来たら打たないんでボール速かったそれはその、まあ、当たる前のところで負けたんですよ。でよかったな、でうちは PL やで、 PL に、まあ、1年生が5番かぶったかな、その1年生が打って勝ったって自分たちあんま働いてなかったまあそれで、まあ、甲子園3年生の夏に甲子園出たんですけども、まあ、甲子園の広さやのにねびっくりして、お客さんが予算入ってるとこでうわーこんなとこでできたらええなって喜んで、ドキドキする前にワクワクしてたね、こんなとこでお客さん予算見てくる中で野球できるのこんな面白かったね。それでまあ1回戦勝ってるゲームをさよなら負けしましたけどね、と用意どんでフォアボール盗塁、2番のバッターはバント、サードがファーストで冒頭で何もせんと言って、でささっと2点か3点入った、あこれは楽勝と思っとって、それから全然打てなくてね、8回に同点にされて9回にサヨナラ負け、そのサヨナラ負けがまたね延長13回のツーアウトです。
で僕とセカンドの間に詰まったポテンヒットで負けたんです。でこう打者取れてるけど2人でああって見合いして負けたんですけどね。あれはもうみんな本当にね、まあ、自分の責任、あれもセンターが取らないかんだけど、それからまあ社会人にお世話になって、このセンター前のポテンヒットだけはものすごく気になってね、それだけはあの試合になったら前パッとその反応ものすごく注意してました、うん、これはもうずっと忘れなかった。プロに入っても一瞬躊躇する、後ろから行くのが絶対取らなあかんっていうの、本当のもう大事なゲームでね大きなミスをやってしまってね、うん、これはもう一生忘れないもうボンミスですね。